Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。最初に言いたいんですけど、今チャンネル登録者数が2万3000人になって、たくさんのいいねやコメント、あとインスタグラムの DM でコメントくれる人とかもいて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。皆さん日本語で一番難しいことって何ですか？その中の一つに、文章の最後に来る助詞、ね、よ、なとかそういうのがすごい難しいんじゃないかなと思います。これね、すごいわかります。実は僕が勉強した中国語にもハオア、ハオオ、ハオバ、ハオラハオラとかなんかそういうのがあります。もう最初勉強した時マジで意味わかんなかったので、多分みんなも今そういう状況じゃないのかなと思います。でも僕がこの人もうすごいネイティブみたいって思う外国人の人は、このねとかよとかそういうのをちゃんと上手に使える人が多いです。ですので今日はよを紹介するんですけど、これからもそういう文章の最後の助詞の動画を作りたいと思います。それでやっぱりちょっと勉強したら実際にどうやって使ってるのかなっていうのを聞いた方がいいと思うんですよ。だから今日は友達に電話してできるだけよをゲットしたいと思います。ポケモン、いやよゲットだぜ。よはいろんな意味があるんですけど、まずよのイメージは強調ということを覚えておいてください。例えばいいよとか好きだよとか、そういうポジティブな言葉を強調したい時に使えます。そしてよをつけると強調なんですけどちょっと柔らかくなるんですよね。全然意味わかんないでしょ。例えば僕は好きって言われるより好きだよって言われる方が好きです。なんかただ好きって言うとリンゴ好き、バナナ好き、ひとき好きみたいに、なんかたくさんある中の一つ、まあ特別な意味はない、普通に好きみたいな意味になります。でも好きだよというと強調だし、あとさっき言ったみたいにちょっと文章が柔らかくなるので、なんか温かい感じがするんですよね。ですのでもっと感情が入っている気が僕はします。あとは逆に違うよってすごい否定をしたい、それを強調したい時にもよう使います。例えばひときあの子好きなんでしょうとか言われた時に、最初俺はあ違うって言うけど、その後ずっとその人が好きでしょ好きでしょって言ってきたら、違うよっていう風に言います。こういう風になんか否定したい時、違うからっていうことを言いたい時に違うよという風に言います。これ電話する時に使えるな。わざと違う質問をして何回もして違うよって言わせることができるね。うん、いいね。あとみんなはどういう時に強調したいですか？実はおすすめをする時にも使えます。例えば友達が昨日の映画楽しかったって聞いた時に、楽しかったよという言い方ができます。この時楽しかったって言ったら自分の意見で終わりなんですけど、楽しかったよってちょっと強調すると、なんか楽しかったよ、うん楽しかった、どうぞみたいな感じのニュアンスがあります。あ、おすすめみたいな感じで、今日一緒にご飯食べよという言い方、このよもなんか一緒にしようみたいな、やっぱ相手にこうなんかおすすめじゃないけど一緒にどうみたいな感じを表したい時に使います。この世は結構大切かもしれないですね。友達がご飯食べようって言ってきたのに、なんか意味が分かんないでうーんって言っていたら、多分友達とご飯行けなくなっちゃいますね。次は命令のよなんですけど、これは結構僕使います。例えばこれ見てを、これ見てよという言い方ができます。この時これ見てだとちょっと命令な感じが強いんですけど、これ見てよっていうと、まあ、最初言ったみたいにちょっと優しくなるので、命令はしているけどそんなに命令されている感じはないかなと思います。だから例えば僕のお母さんは、ひときちゃんとご飯全部食べてよと言って、俺がうんとか言ってでも全然食べなかったら、お母さんは、ね、早く食べてよ、ね、食べてよ、食べてという言い方になります。ですので最初は優しく食べてよ食べてよ、でも最後は命令で食べてという風になります。さあ最後一つ、最後一つだから一緒に頑張ろうよ。これめっちゃドラマで見るんですけど、なんか前で歩いている人が財布を落とした時に、あ財布落としましたよっていう時のよ、前で歩いている人とか、まあ、他の人に注意をしたい時に使うようになります。さっきの財布落としましたよを、財布落としましただけ言ったら、なんだろう、落としましただけだとなんかその現象を言葉にしただけで他の意味は何もない。
でも落としましたよっていうと、なんか落としたので気をつけてくださいみたいな意味があります。ですので財布を落としましたよりも財布を落としましたよの方が使うと思います。他にも、まあ、これは強調のところと同じ意味かもしれないですけど、例えば僕の友達が泣いていて僕がそれ知らなかったら、違う友達が僕に、え、ひときなんとかくん泣いてたよというふうに言うと思います。これはただ泣いてたということだけじゃなくて、泣いてたからなんか声かけてあげたりなんかしたらどうみたいな意味にもなります。こういうふうによは強調とかおすすめとか、まあ、そういう言葉が混ざってるんですけど、やっぱりどうやって使われているかを実際に見ないと分かんないと思うんですよ。ですのでやっぱり皆さんには実際にそれを聞いて練習してもらいたいなと思います。でもしあれこのよってどういう意味だろうって分かんなくなったら、今日勉強したことをまた見直してみてください。よし、3分以内に何個よをゲットできるかな。ポケモンゲットだぜ、よゲットだぜ。もしもし。あ、もしもし。どうした。今度ご飯食べ行こうよ。いつ空いてる。いつ、ね、あ、お昼とかでいいんだけど。25以降空いてるかな。あ、オッケー。え、じゃあさ、ご飯食べに行こうよ。わかった。あとさ、そういえばさ、この前筆箱を学校に忘れたじゃん。はい。あ、あれ見つかった。見つかったよ。そっかそっか、まあそれだけなんだけど、あと、あ、そうだ、明日ポリクリ班でなんかご飯行くんだけど、別にそれは行かなくて大丈夫かね。別についてって欲しければ昼は空いてるから行けるよ。ついてって欲しかったら行けるよってこと、うん、ついて欲しかった。うん、とりあえず3人であれやってきなよ。あれやってきなよって何。普通にご飯食べてきなよ。なるほどね。今何食べてんの。めっちゃ、うん？ピスタチオ食べてる。もう一回言って。ピスタチオ。ピスタチオ何？食べてる。あ、ピスタチオ食べてるか。ピスタチオ楽しんで。はい。じゃあね。じゃあ。バイバイ。バイ。あ、難しいわ。全然よい言わねえわ。全然よい言わないじゃん。もっとよい言えよ。まあよい言わせるの難しいけど。まあ、3分間で2回ぐらいよう言ってたからやっぱり大切かなって思います。まあ、次はね、他の助詞の場合はもっと頑張ってゲットしたいと思うので、まあ、もうちょっとちゃんと質問考えたいと思います。それではいいねとコメント待っています。皆さんありがとうございました。タメ口モード、みんな気づいたかわかんないけど、実はこれね、パジャマなの。新しく買ったパジャマ。なんかちょっと可愛くない？これ、触るとちょっとモコモコしててあったかくてすごい気持ちいいの。おすすめだよこれね。確か GU で買ったと思うからあったかいし結構おすすめだよ。欲しい人がいたら多分 GU かユニクロで検索してみて買ったらいいと思うよ。あと俺が住んでるとこは全然雪とかないんだけど、もう少し車運転するともうすぐ雪が見れる。そのぐらい寒いんだよここは今。だから俺も風邪ひかないように気をつけるけど、みんなも風邪ひかないように気をつけてね。じゃあまたね。